クマタカは、長江高木高かタカ属に分類される鳥。遺伝的背景に基づき、かつてクマタカが含まれていたスプイジータス属は、中南米の2種のみを含む属となり、本種を含む残り7種は、ナイジータス属として独立した。ユーラシア大陸南東部、インドネシア、スリランカ、台湾日本全長オス約75センチメートル、メス約80センチメートル。翼は、 約160センチメートルから170センチメートル。日本に分布するタカカの構成種では大型であることが和名の由来。胸部から腹部にかけての羽毛は白く陰頭部から胸部にかけて縦縞や反転、腹部には横半がある。尾葉は長く、幅があり、黒い横縞が入る。翼は幅広く、日本に生息するタカカの大型種に比べると相対的に短い。 これは障害物の多い森林内での飛翔に適している。翼の上部は肺褐色で、下部は白く黒い横縞が目立つ。頭部の羽毛は黒い。後頭部には白い羽毛が混じる関羽を持つ。この関羽が角のように見えることも和名の由来とされる。幼鳥の交際は褐色だが、成長に伴い黄色くなる。森林に生息する。 飛翔の際にあまり羽ばたかず、大きく幅広い翼を生かして、風を捉え旋回することもある。基本的には、樹上で獲物が通りかかるのを待ち襲いかかる。獲物を捉える際には翼を畳み、目標をめがけて加速をつけて飛び込む。日本が熊高の最北の分布域であり、北海道から九州に流暢として生息し、森林生態系の頂点に位置している。 そのため森の王者とも呼ばれる。高木に木の枝を組み合わせた皿状の巣を作る。植生は動物食で森林内に生息する多種類の中、小動物を獲物とし、あまり特定の餌動物に依存していない。また森林に適応した短めの翼の機動力を活かした飛翔で森林内でも狩りを行う。繁殖は1年あるいは各年に1回で、 通常1回につき1卵を産むが、ごく稀に2卵産む。放卵は主にメスが行い、オスは狩りを行う。従来、がいはどちらかが死亡しない限り、一夫一妻が維持され続けると考えられてきたが、2009年に津軽ダムの工事に伴い設置された、猛禽類検討委員会の観察により、それぞれ前年と別な個体と繁殖した津軽が確認され、 離婚が生じることが知られるようになった。熊高は森林性の猛禽類で調査が容易でないため、生態の詳細な報告は少ない。近年繁殖に成功する津軽の割合が急激に低下しており、絶滅の危機に瀕している。大型で攻撃性が強いため、かつて東北地方では飼いならして高狩りに用いられていた。熊高は住み高と 熊高と二通りの漢字表記事例がある。歴史的文学上では双方が使われてきており、近年では熊高と表記される辞書が多い。これは、住高をそのまま熊高と読める人が少なくなったからであろう。なお、町名辞典等学術目的で編集された文献では住高の表記のみである。 http w w w j a z j o r j p スラッシュ tenoji スラッシュ nakigoe スラッシュ2010スラッシュ07スラッシュ report01.html 森岡照明ほか、図鑑日本のわしたかるい、文一総合出版、1995 <bunları> 年、191から192ページ。 2010年1月29日東欧日報長官、ありがとうございます。